さあ続いてフィフィさん、はい、テーマの発表をお願いいたします。ロヒンギャ族の実態と背景。ミャンマー西部ラカイン州で治安部隊が掃討作戦を続け、少数派イスラム教徒ロヒンギャが大量に国外に脱出している問題で、イスラム教徒が多い国などからミャンマー政府への抗議の声が強まっています。国連難民高等弁務官事務所によると、隣国バングラデシュに逃げたロヒンギャは5日現在12万人を超えています。さあ参りましょう。あんまフリップね、私自分で作ってないからいらないの、はい、これ本当は私あんまフリップ使わない人だから一応ね置いときます。いきましょう。世界で最も迫害を受けている民族ロヒンギャ族。ロヒンギャとはミャンマーラカイン州に住むイスラム系少数民族で、人口は110万人前後ですと、歴史的な経過、ミャンマー政府はロヒンギャはバングラデシュから不法に入国した外国人だとして国籍を剥奪して土地を強制収容しました。政府軍はイスラム系の反政府勢力を取り締まるという名目で村を焼き打ち、住民をレイプなど数十年にわたって人権侵害を続けてきた。さあこのロヒンギャの皆さんをどうするのかということで、新しいリーダーのサハイも注目されましたが、あのね、ロヒンギャって私2015年から多分この番組で結構取り上げてんの、うん、私ぐらいじゃない取り上げてんの、すげえ他の番組全然取り上げないから、ね、だけどさ、あのなぜこんなに問題になっちゃったかっていうと、あの要は90年代にもうこのなんていうの、インドネシアとかマレーシアとかに、あの要はバングラディッシュが封鎖しちゃったから、うん、陸の国境を、はい、そうすると今度ロヒンギャがマレーシア、インドネシアを目指して、あの海の方のルートで行こうとしたの、うん、でタイに向かわせたの、結構その人、うん、あのなんていうの、ブローカーみたいなのが、うん、なんでかっていうと国際的な人身売買の組織がそのロヒンギャの難民を利用して売ったんですよ。だけどこれがですね、タイが今度その人身売買、あの臓器とかもですよ、うん、含めた人身売買のやつを取り締まったんです、強化したの、それが2015年なんですよ、うん、だから大きく問題取り上げられたのは、うん、そこで行き場を失った人たちが森の中に例えば残されちゃったり、海の上で死んでっちゃったりとかなっちゃって、たくさんの人があとは邪魔になって殺されちゃったり、行き場がないから、それで大きな問題になったのがちょうど2015年からなんですね。でそもそもロヒンギャ族、これね結構ね、ミャンマーばっかりすごく非難されるのはおかしくて、なるほど、そもそも論、じゃあなんでこういうものが発生したのかと、うん、ロヒンギャ族の多くが、ロヒンギャ族が今もこう多く住む集落みたいなのがある、うん、ランカイン州っていうのはイギリスの植民地だったの、うん、あ、もともとね、そう植民地にしちゃったの、イギリスが、その時にインドの一部にしちゃったの、要はミャンマー、要は当時はビルマですけど、ビルマの中に入ってない状態になった。そっから自分たちの民族じゃないからっつって国籍は与えてないわけでしょ、だってインドの方のものになるんだから、うん、こう飛び地になって、そう、そっから今度はミャンマーになった時に行き場がなくなっちゃったの。これ本当はイギリスが責任を負わなきゃいけないのに、 BBC も全然非難しなくてね。あ、そうですか。で割とね、これイスラムだからっていうことで宗教対立、これ仏教徒とイスラムの対立なんだっていうことでごまかしてる、違う違うと、そもそもはやらなきゃ、これはもうだからあれ、パレスチナの問題と一緒、うん、名前たちが悪いんだってこと、うん、中東のね現在の状況も含めて、で今2017年になってどんどんもっとあの迫害が激しくなっちゃって、バングラに避難したのが9万人、昨年からでもね15万人避難したんだけれども、ここでまたバングラディッシュがあの封鎖しちゃったもんだから、今2000人が強制に退去させられちゃって、でロヒンギャに対する暴力が今すっごいミャンマー軍があの強化してるんだけど、それまたイスラエルがねそこにね武器のね供給してるって、これもイスラエルの新聞ハーレツが言ってるのね。でここでじゃあ何か対策取ってんのって言って、ほらマララさんもさ、マララさんもさ、スーチさんに同じ平和、あのノーベル平和賞を取ったんだったら非難しなさいよって言って言ったでしょ、うん、でまあ国際社会も全然無視するもんだから、うん、でトルコがねそんな中1000万ドルの支援をしてるんですよ、うん、でエルドアンもあの国際社会は何で無視するんだと、うん、あと一番これ大事なあの発言なんだけれども、あのアラブの要はイスラムの国には、うん、すごくお金持ってる国々もあるじゃないかと、ね、彼らは率先してあの彼らを同じ宗教として救わなきゃおかしいんだと、あんなアホみたいにさ、なんかドバイのあれとか言ってこれ立った、うん、あれ立ったって恥ずかしいわ私は、うん、同じムスリムとして、うん、で各国が今デモやってるんだけれども、さっきのこういうこの原因を作ったのがどこかって言ったら西側とかがあったりするもんだから、なかなか国際社会がそこに真面目に取り組んでない状況だってのが背景なんですよ。かわいそうです。ちなみに日本にもね、実はあの群馬に
館林の方に集落あります、うん、まだこれも難民認定されてない状態で住んでる人たちがいるんですよ、ロヒンギャ。難民移民をねとか労働者をどんどん受け入れるっていうのの先に難民として受け入れ、そしていろいろな学習をさせ、彼らにその生きる意欲、働く意欲っていうのを持たせるっていうところで、日本はどうかそのなんていうの、協力はできないのかなと私は思います。おっしゃると、今ちょうど、うん、難民の話でいうとクルド人難民の方がですね、家族が引き裂かれる形で抗議運動というのをつい先日もされてましたけれども、ね、経済的な理由で技能実習生の名目で安く買い叩くような形で外国人労働者使っている現場がある一方で、本当の支援が必要な人たちの、だからそういうのはさ、その斡旋する側の利権みたいなのがあるだけでさ、あの人たちが儲けようとしてるから難民ってなかなか受け入れないのに、じゃあ移民を受け入れましょう、労働者を受け入れましょうって、そっちばっかなんですよ、ね、難民先だと思いますよ。大事な問題提起です、はい、ありがとうございました。引き続きやりましょう。